どうもパパゲードです。今日はお酒は飲みません。お酒飲みたいとこなんだけど、まだ今日これからね、動画編集しなきゃなんないんで、メインチャンネルのね。だから飲みません。で、夕飯です。半額のお弁当買ってきました。多分前回、前々回になるかわかんないけど、すでに公開済みの動画でね、買ってきた、近所のドラッグストアで買ってきた弁当が、だいぶ進歩したって話をしたんですが、それです、それ。あ、そうだ、先に乾杯。今日は、今日は飲まないんで、これお茶です。これでね、よく焼酎飲んでるんで、これで乾杯やってる時もあるんですが、今日はお茶です。ということで、まあ皆様準備はよろしいでしょうか。乾杯。お疲れ様でした。あなんて言ってね、なんか本当は酒じゃねえかとかって思われそうだったけど、違います。今日の動画はですね、でもね、だからまあ夕飯を食いながら、まあ多分サムネイルには載ってると思うんだけど、今日は株の動画にするつもりです。お酒じゃないから。ちなみにこれは味噌汁です。株の味噌汁ね。これ6個で98円とかだったんですよね。まあちょっとね、お勤め品に近くてね、しなしなしてたんですけどね。じゃあお弁当いただいていきましょうか。ちなみにこれ生姜焼き弁当です。398円が半額だから、いくらだ、199円プラス消費税ですね。いただきます。普通に美味しい。でご飯、前から懸念材料だったご飯、やっぱりご飯の炊き方が変わってる。というか、これちょっとね、炊き方が年寄り向けぐらいの柔らかさになってます。でもね、僕もね、ご飯結構ね、柔らかめに炊くんでね、全然問題ないです。なんで柔らかめに炊くか。それはね、ご飯のかさを増やすためですね。それ、せこい動機じゃなくって、炭水化物の摂取量を減らそうと思ったんですよ。それでなんですけどね。あんまり効果がないんだけど、やんないよりマシかなっていうかね。でね、柔らかいご飯に、慣れてしまうと、普通のね、ご飯が固めに感じるようになってしまうんですね。本当にね、一時期ね、だから、ご飯の量を減らそうと、飯の量を減らすのぞとかって思って、おじやにして食べたこともあったな。でも、おじやはね、作るとめんどくさくなったんでね、やめましたけどね。やっぱり体積ないと食べた気しないからね、ついついね。そう、それでご飯を減らすと、結局お腹が減ったとかって思ってね、お菓子食ったりするとなってしまうんでね。そうすると逆効果ですからね。なんだ、ご飯の話、今日は株の話をするんですよ。そうだ、なんか目指せ1億円なんて調子のいいこと書いてますけどね。でも株は別シリーズにするのはもうやめようかなとかってぶっちゃけ思います。もうこれ2回で終了かなって思ってね。今日はお酒飲まないから、まあ目指せ1億円シリーズに入れようかなと思ったんですけど、これからは基本的にはやっぱり従来と同じおっさんと乾杯コーナーの中で喋ることにします。で、実はね、前回確か通りをね、通り、旧東洋リノリウムね、あれを401円で100株買ったという話をしたと思ったんですが、それから約2週間経ったかな ?2 週間ほど経ってんですが、その後の通りの株価、バン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 下がりましたね。だいぶ下がってね、はぁとかって思ってたんですが、なんと、昨日だったかな、決算がすごく良かったんですよ。決算が良くて、プラス増配、配当が増えたんで、一気に反発しました。一時期1割近く下がってたんですけどね、まあ長期投資だからまあ1割でもいいかなとは思ってたんですが、それでもなんか面白くねえなとは若干思ってたんですけど、その含み損が一気に解消されましたよ。本日4月26日の通りの終値、ね、406円ですね。やった僕は401円で買ってるんで、で100株なんで、500円の含み益。やった500円だけどね。いや、でもこのお弁当を2つ買ってもまだお釣りが来ます。すごい。でもね、本当にもう長期投資で行くつもりなんでね、本当に少しぐらい含み損になってても気にしないんです。もう気にしなくていいやっていうかね、思ってたんで、配当もつくからね、と思ってたんだけど、思わぬ、思わぬ、拾い申しましたよ、通りは。あと、それからね、その後、まあ、2週間も経つとね、チロチロいろいろ買っていたんですよ。
結構株価乱高下してたんですけどね、今日の日経平均終値が 37,934 円76銭ですね。前日からプラス306円高、306円28円高ですね。まあまあ、まあどうなのかな、とりあえず強行的な暴落にはならないと思うんですよね。まあこれね、最高値に比べたら1割ぐらい下がってるんだけど、でもなんかこれでもう下げ止まったのかなって気は僕はするんですけどね、半導体セクターがねまだ落ちるかもしれない。でも半導体ももう基本的には下げ止まったんじゃないかなって。でなんだっけ、あそうそう、でね、この2週間ほどの間にねちょぼちょぼ買い増しした株をちょっと紹介していきましょう、いくつか。なんかね、でもね、いまいちね、こう、なんていうのかな、こう、ちぐはぐなっちゃうんだけど、やっぱりね、素人だからね。で、まあ、全部ね、S 株で買いました、その後は。通りはね、単元株買っちゃったんだけど、もう、あとは全部、それ以降は全部 S 株。S 株って SBI 証券で扱ってる、ハカブのね、取引の名称。今、ハカブ取引できる証券会社多いですからね、マネックスは、あれなんて言ったっけな、マネックスは1株って言ったのかな。それから楽天証券は何だっけかな、なんかはなんていうのかな、わかんないわ、知らない。だけど、まあとりあえず僕はね、ハカブの取引は SBI にしようと思いましてね、NISA 口座も SBI に作ってありますよ。で、最近何を買ったかと言いますとね、じゃあ順番に紹介していこう。順番にって言ったら順番忘れちゃったんだけどさ、まずはね、双葉電子。双葉電子を3株。これ476円で買っちゃったんですが、現在地 SBI のこの現在地って本当に現在地でいいのかな、多分いいんだと思うんだけど、461円ですね、だからまあ15円ほど下がってて、3株だから45円のマイナスです。でも全然気にしない。双葉電子を選んだ理由っていうのはまあひいきです。双葉電子ってね、茂原に本社があるんですよ。でね、茂原とか長南とか、長生村とかね、あそこら辺をぐろぐろしてるとね、なんか知らないけど双葉電子がよく目につくんですよ。で、だからね、前からちょこちょこ気にはなっていたんです。でね、ちょっとね、双葉電子やっぱり注目してるって方がいらっしゃってね、その方は457円まで待つって言ってたんだけど、でもいつだっけかな、昨日ぐらいに450円台突入してたから買ったのかな、どうなんだろう、ちょっとその後買ったかどうか聞いてないんですけど、まあそう、すごい割安なんですよ、指数的に見ると。 PBR が今ね、いくつだ、今の株価で 0.26 倍ぐらいだと思うんですよね、多分ね。純資産倍率だから会社の解散価値の3分の1以下の値段なんですよ。だからもう今すぐね、解散してくれるとね、逆に儲かっちゃう、株主としては。まあそんなことはありえないんですけど、ただね、この双葉電子の問題点は今赤字なんですよね。ちょっとね、もともと電子管、デジタル表示のね、ピカピカ数字が光るやつね、あれとか作ってた会社なんですけど、今はもう液晶パネル、自動車の液晶パネルとか、それからなんかラジコンの部品なんか作ってるのかな。そう、だからもともとの蛍光管はもう今作ってないんですよね。蛍光表示管なんだ、あれは今作ってないんですけどね。なんか僕今でもあんなもん作ってて、あんなもん売れねえよな、だからあれなのかな、業績悪いのかなって思ってたら、もちろんそんなことはなくってね、もう数年前にあれ作るのやめてたんですけどね。構造改革とかも進めてるみたいなんで、まあそうですね、いずれ黒字転換したりしたら、これ株価ドカンって上がるだろうなと思うというね。まあ3株買ったんだけど、これが下がったらどんどん買い増ししていきます。やっぱりね、ハカブはいいですね。下がってもあんまり気にならない。下がったらもっと買えばいいやって思うし、まあ上がったら上がったでもちろん嬉しいんですけどね。だからいろんな銘柄、なるべく多くの銘柄に目つけといて、それで下がったのがあったら買うとかね、そういう風な感じでいこうかなと思ってるんですけどね。で、ということで、まあとりあえず双葉電子を買ったということ、それからあと買ったのがサムコ。サムコっていうのはあれです、シリコンウェハーね、半導体チップのね、土台になるやつですよね。世界シェア2位ですね。1位は信越化学工業で、信越化学とサムコで、世界シェアの半分以上いってるはずなんですけどね。だからこれは非常にね、国策的には非常に重要な企業です。でですね、サムコを買った理由っていうのは、これまたひいきです。
あのね、日曜日の夕方のちびまる子ちゃんでね、サムコの CM かかってんですよ。それがね、僕お気に入りでね、まあ見てくださいよ。てかね、YouTube にもなんか上がってたような気がする。あの基本的には B2B の会社じゃないですか。だからあの消費者向けにね CM 流す必要ないから、本来は。だからあのサムコの CM ってちびまる子ちゃんとあと何かの番組で1個流れてるぐらいで、だからまあ週に2回しか2番組でしか見る機会がないはずなんですよ。だからあの CM の内容もねイメージ的なものなんですけど、半導体によって100年後の未来がどうなっているのかとかって、そういうふうなことをこう語ってるんですよね。で100年後ってね、やっぱり夢がありますね。てかまあ僕は絶対に見ることができないんだけど、100年後の世界はね。てか正直言って100年後のこうあの電子部品に今と同じようにシリコンウェア使ってんのかなっていう疑問点、実は僕若干感じなくもないんだけど、とんでもない技術革新が起こったりするとね、シリコンウェアなんか使ってらんねえよとかっていう風なあの時代になってるのかもしれない。てか100年後はね、もう本当に分かんないけど、だけどまあそうはいえ現状の感覚だとね、やっぱりねこのなんていうのかな、100年後の世界を支える企業でもあってもおかしくないような会社なんでね、サムコはね、ちょっと夢を感じるというね。で、あともう一つはね、シリコンウェアでも業界首位の信越化学は結構割高なんですよ。あの株一株の単価も高いんだけど、6000割ったんだけど、6000弱なんですよね。あの信越化学ちょっとつい先日言った決算がいまいち良くなくって、ちょっと株価が今下がり気味なんですけど、ただそれでもね PBR 確か3倍超えてたぐらいだったんだけど、まあそれに比べるとサムコはねもう随分割安なんですよ。ね4月26日の終値で、サムコの株価がね2383円50銭かな、これ前日比104円高なんですが、これでですね他の指標を見ていくと、PBR が 1.46 倍、で信越化学なんか確かに3倍超えてるんで、それに比べるとまあ割安かなっていうか、まあすごく割安ってはず感じじゃないんですけど、ただ東証のプライムですから、この PBR は別に決して割高ではないと思いますし、それから予想 PR が 17.36 倍、まあこれもそんなにね割安ってほどでもないんですけど、ただそんなとんでもなく割高って感じでもないんでね。で配当利回りが予想で、予想配当利回りがね 1.72%、 これはやや低いですね。最近の東証プライムだったら 3% ぐらい欲しいんですけどね。まあでもいいや、しょうがない、これは夢にかけよう。でね、サムコは2株買ったんですよ。2日に分けてと言いますかね、まあ今日は1株買ったぞとかって、で別の日に今日も買おうとかって言ってまた1株買ったんですけど、1株ね間違ってね普通の特定口座で買っちゃった。あの基本もうね、こう買った株はねあのそのまんまあのホールドし続ける予定なんで、NISAにぶっ込もうと思ってたんですがね、あの特定口座とNISAの方に1株ずつ今入ってます。あとね、それからね、住友化学ですね。住友化学をやっぱりこれも2株これ358円で買いましたね。若干マイナスになってる。今日の割値が354円30銭だからね、数円下がってますけど、まあ気にしない。あの住友化学については前になんかベラ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 喋ったんでね、省略します。もうちょっと買っとけばよかったな。でもな、来週下がったらもっと買おう。10株単位で買っていこう。であとそれから、日本製鉄、日本製鉄買いました、1株。これだいぶ前に持ってるのがもうあるんだけど、やっぱりね日本製鉄はちょっとね、すごい今割安なんですよ。日本製鉄の割安ぶりってね、あのねこれはすごいよ。確か金曜の終わり値が3444円なんですが、これがね PBR で 0.69 倍、それから PR が 6.47 倍、それから予想の配当利回りが 4.65%。 すごいね、これねすごいバリュー株なんですよ。だから実言うと僕の父親も日本製鉄いつの間にかね知らんうちに大量に買ってましたね。まあそう、僕はこれで2株だけなんだけどね。でも日本製鉄はねやっぱりねこうちびちびと僕も買い集めたいなと思っています。日本一のね鉄鋼メーカーですしね、世界4位かな今。今度 US スチールの買収が成功すれば世界3位に上がるんだけど、これがどうなるかなんですよね。今ね JFE スチールに比べると
っても JFE もねそんなに割高感ないんだけど、でも JFE よりも割安なんですよね。でこれなぜかというとよくわからないんだけど、これは僕の予想なんだけど、ちゃんと調べればわかると思うんですが、あの多分ねこれ US スチールの買収が絡んでるんじゃないかと思うんですよね。大型買収とかやると結局投資家ってそういうの嫌うから、あの新規の投資ってね失敗すると大変なことになっちゃいますから、だから株価下がりがちなんですよ。で今のね株価水準っていうのはもうあの US スチールを買収する前提になってるはずなんで、このまま普通に買収完了しても、今あのほら US スチールの買収がなんかいろいろと揉めてるけど、このまま US スチールの買収が完了したとしても特段下げる心配もないと思うんですね。すでにあの株価にも US スチールの買収織り込み済みだと思うんですよ。でこれがねもしもこのあのポシャったりするとあの US スチールの買収ね、そうすると今度逆に株価上がるんじゃないかなって気がするんですよね。だからねあの日本製鉄持ってて悪くないと思うんですよ。これどっちにしろ割安だし、うん、ということで日本製鉄はねあの折を見て買い増ししていきたいと思っております。でねあともう一つ、これで最後になるんだけどね、これジャパンディスプレイ、20円で100株買いました。これは単元株買っちゃいましたよ。ジャパンディスプレイってねあのその名の通り液晶ディスプレイ作ってるんですよね。だから iPhone のディスプレイなんかも作ってるはずな、まあ、全部が全部じゃないんだけど、 iPhone の何パーセント2割か3割くらいだっけかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、それぐらいジャパンディスプレイ製だったはずなんですよね、 iPhone のどれかね。なんだけどこの会社ダメなんですよね。もうすごい毎年毎年赤字垂れ流しでさ、実言うとこの今の株価水準でも若干割高なんですよね。本当はね若干には結構割高なんですよ。この銘柄はねもうまあ失礼なんですがいわゆるボロ株ですね。まあ基本は本当はこれ買っちゃいかん銘柄なんですけどね、ネタで買いました。いや前からねちょこちょこ狙ってたんですよ。でもこのつい先日までのね株高の局面でね23円だか24円ぐらいまでちょっと上がってたのね。これ絶対下がるだろうなとかって思ったんで、まあ20円ならいいだろうとかって思って毎週毎週ね1週間通して20円で差し値でね注文を入れてたんですよ。あのそしたらね今週とうとうね20円まで下がってきたっていうか、で確かいつだっけな、もう昨日ぐらいはね20円と19円の間のこうバーコードのようなチャートがねこの19円と20円でねこういうふうにバーコードのように、ね、動くというね、あのボロ株マニアの方に おなじみのね光景になってますけどね。まあ、基本的にはねあんまり人にはおすすめできない銘柄これは、うん、ただもうねもうこれ以上買い増しする気もないんだけど、このままもう存在を忘れて、ほったらかしといて、で気がついたらひょっとしたら3年後か5年後ぐらいにねびっくりすごい金額になってる、もしくはもうそんなもんとっくになくなっちゃったよってなってるかね、どっちかだと思いますんでね、というまあちょっと宝くじ的なね楽しみを、本当これ宝くじみたいな感じですね。というふうな感じでね、はい、まとめますと、この2週間の間で買った株、双葉電子工業3株、それからサムコ2株、住友化学2株、日本製鉄1株、それからジャパンディスプレイ、100株というね、そういうふうなことでございました。うん、だ購入価格はどれぐらいだろうな、全部で1万円ちょっとぐらいですね、1万2000円ぐらいかな。でもね、一応ね、含み益が出てる。うん。27円ほどね、全部でね。合わせて全部で27円ほど含み益が出てますね。びっくり。なんかね、こう、結構乱高下してる相場の中でね、いまいちなんかね、この乗り切れてないような気がしてね、売買で、ね。うん、なんかいまいちだったんですけどね。だけど、なんとかプラスに入ってる。びっくりした。今、自分で見てびっくりしましたよ。絶対マイナスだと思ってたんだけど、びっくりした。ということで、こう喋ってしまって夕飯が全然終わらないんです。この後ちょっとね、もう夕飯、だいぶ冷めてしまったんですけど、これから片付けていきたいと思います。ということで、今回の動画は以上になります。今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。